はい、今日は2月10日金曜日、木曜日木曜日ですね、木曜日で明日がね祝日、建国記念日で休みです。ということで明日がっつり乗るので、まあ、今日オフにしちゃおうかなと思ってます。はい、ちゃんとねやっぱ休まんとダメだっていうのを実感しました。はい、で今日のご飯ドン、またやっちまったな。ん、ヘルシーなのにうまそうなやつやん。はい、いただきます。ありがとうございます。はい、ピンとあった。おお、なんか美味しそうだね。うん、うめ、ましましはい、おはようございます。おそらく左下を下にして寝ていた男です。今日はね雪がすごいのでやっぱり練習中止ということで、また家でローラーやっていきたいと思います。でもなんか溶けそうな感じしますね。今日晴れだし、またでも日陰が凍って危ないかなと思うんで、まあ無理せずいきたいと思います。本当にこういう時ズイフトって便利だなと思います。はい、おはようございます。今日はね、静岡県で走りたいと思います。はい、大学とバグカナちゃんと走ります。はい、はい、しっかり仲良しになりました。はい、はい、遅刻してきました。これはもう RP9 ですね。これはもう RP9 とエイトスかな。夫婦でもらおうと。チームエンジンです。大学です。はい、バグカナです。はい、えいえい、これアルプスズイフトのさ6番ぐらいだよね。あ、ほんまや、わかる。あ、すごい。あ、すごい、すげー。彼のせいでしかもトレーニングになりました。完全トレーニングだったよね。完全トレーニング、もう FTP 以上でずっと今日走ってたもんね。FTP 更新じゃん。そんな文明の力なんかないからな。パワーメーターつけろ、パワーメーターつけろ。猿やから、もう今日全員にパワーメーターつけろって言われて。いや、パワーメーター強いやつはつけない。強いやつはつけとけ。文明の力は使えないから。人と走るときはつけろ。いやちょっと月5000円の小遣いじゃ無理です。すいません。絶対嘘でしょ。そりゃ厳しいわ。そう、厳しい。はい、ライド終えました。はい。ちょっと引きずってるよ。引きずってるわ、ちょっと陽キャを。大学くんとバカちゃん、かなり明るい性格でね、うんうん、ずっと明るかったね。ずっと明るく楽しく喋ってた。まあ、今日は80キロぐらいの距離になったんですけど、ね、うん、1600ぐらい登って結構、結構ずっと登ってましたね。アップダウンか登りみたいな感じでした。そうだね、うん、やっぱり路面凍結若干上の方行くと怖かったんで、うん、ね、まあ、安全そうな道だけチョイスしてこう登って帰ってきたような感じの道でした。でペースがまあまあ、大学くんが先頭でね行ったんですけど、結構まあ早くて。よかったね。僕はまあ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 なんとかついていけるぐらいだったんですけど、ヨッキさんとバグカナちゃんすげえなーって思う。これ最後尾に見ない。ファンメーター見ます。すげえな。これいけんだーって思ってね。走りました。きつかったよ。でもやっぱバグカナちゃん
結構さ、うん、苦しそうにさ、そうだね、こう、うん、うーってなってる感じだったけど、うんうんうん、それでもなんとかついてってるのを見てたら、うんうんうん、すごい勇気をもらって、うん、なんか自分この気持ち今足りねえんじゃねえかなみたいな、なんか辛い時早くちぎれすぎなんじゃねえかなって思ってね、もっと頑張ろうと刺激をもらった、うん、ね、本当いろんな人と走るといろんないい刺激がもらえて、はい、いいね、またね、うん、行きましょう、うん、はい、ということで結構いい練習になりました、いいサイクリング気分で来る場所でもなかったけどもやっぱ伊豆は ね心構えになりな今日は練習だって練習でした、はい、はい、はい、ということでまた移動していきます、はい、今日はね、2月13日ですね、今夜の7時45分ですね。予定があってね、朝昼乗れず夕方には帰ってこれると思ったんですけど、こんな時間になってしまいました、今日これから軽く軽くローダー乗りたいと思います、はい、はい、まあ、明日メニューできそうですね、これぐらいなら今日軽く乗って明日メニューやろうかなと思います、はい、はい、今日2月14日バレンタイン、バレンタインなんですけど、そんな行事あったけど今年1個ももらってねえわ結構職場の義理チョコとかあるよねマジな、1個もないな、コロナだからかな、ま、なんかやっぱコロナのせいにしてね、なんか何でもなくしていくのは俺どうかと思うよね、やっぱりね、あー、ちょっと今日ごめん、今回ちょっとコロナだったから皆さんにバレンタインあげれなかったはい、まあ置いておいて、日曜日そんなに乗ってないので、まあ今日月曜日なんですけど、しっかりメニューやっていきたいと思います。今日はね SST やりたいと思います。15分走2本でやっていきたいと思います。ちょっとね時間増やすか強度上げていくか悩んだんですけど、今ね結構なんだろう、 FTP がそんなに高くないんで、こうやっぱちょっと強度上げていきたいっていうのもあるんで、時間じゃなくて15分を20分するんじゃなくて強度を上げていきたいと思います。